こんにちは、横道する太郎です。さあ始まりましたハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで皆様、随分ご無沙汰しております。横道する太郎です。ちょっとですね、私事というかいろんな用事が立て込んでおりまして、なかなか録音ができない状態だったんですけども、気持ちとしてはですね、いつでもこの番組を収録したいという感じで、いつもあれやろっかな、これやろっかなということを考えていたんですけども、今回から31回ということで、まあ次の40回までのこの10回っていうのはハリウッド映画を取り上げる10回にしていこうかなというふうに思っています。やはりハードボイルドというとですね、まあ小説が原点ではあるんですけども、まあ、結構早い時期からフィルムノワールなんていう風に言われて、まあ、ハンフリー・ボガードが主演のマルタの鷹とか有名ですけども、結構映画の方でも、ハードボイルドジャンルを引っ張っていたというような事情がありますので、そっちも見落とすわけにはいかないなと。あと単純に横道はまあ映画が結構好きなので、まあ、小説は結構想像力を使ったり、まあ、頭を使う部分もあるので、割と疲れてる時なんかはしんどかったりするんですけど、まあ、映画は理解しなくてもその物語がスルスル進んできますから、まあ、割と疲れててもいけるということで、まあ、仕事で嫌な時があった時とかは、まあ、ビール飲みながら B 級映画見たりとかよくしてますね。最近だと、まあ、なかなか新作が見に行けなくなっているので、まあ、その鬱憤晴らしという意味も込めてですね、このハードプーン31から40回まではハードボイルド映画特集ということにしていきたいと思います。で、ついこの間までアメリカのそのハードボイルド小説を、まあざっと、初期の頃から歴史を追っていくというのをやってまして、逆にですね、今回の映画は新しい作品から遡っていくっていうパターンにしようかなと思います。とはいえその、まあ作品が多いので取り上げたいものが、まあ今回の10回は遡っていくといってもですね、まあハードボイルドから派生していったまあジャンルというか映画たちが今どういう状況にあるのかと、ハードボイルドの現在形というかですね、進化形、これからハードボイルドはどうなっていくのかなっていうような新しい形をちょっと提示しつつあるんじゃないかと、そういう思うようなですね、監督とか脚本家っていうのを取り上げていこうかなと思います。記念すべき、そのシリーズのですね、第1回目はこちらの作品を扱っていきたいと思います。ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督でボーダーライン。はい、出ました。この作品はですね、まあ、2015年にアメリカで公開されて、日本では翌年公開されたものになるんですけども、まあ、メキシコ麻薬戦争ものというジャンルになるのかなというふうな気がしますね。で、結構評価が高くて、ロッテントマトっていうアメリカの映画批評家のサイトだと、批評家の評価が 92%、オーディエンスの評価が 85% ということで、どっちもかなりその高得点を叩き出しているということで、まあ、結構最近の作品の中では、まあ、傑作の一つというのに数えられるものなのかなと思います。最初に言っておきますとですね、個人的には2作目の方が傑作かなというふうに思ってるんですよね。で、なので、まあ、ぜひこのシリーズでも2作目のボーダーライン2ですね、ボーダーラインソルジャーズデイを取り上げたいなというのがあって、まあその準備段階じゃないですけど、まあ一作目も非常にこの攻めた実験的な作品で見どころがたくさんある、議論しがいがある作品なので、まあこれについて扱っていこうかなと思います。主人公がケイト・メイサーでエミリー・ブラントが演じています。で、まあそれを取り巻く二人の男たちというのが中心人物なんですけども、一人がアレハンドロという謎のまあ、コロンビア人という風に書いてあるんですけども、いろんな映画サイトとかだとメキシコ人なんじゃないのって気もするんですけど、まあメキシコ人なんだかコロンビア人だかよく明示されない人物が、ベニチオ・デルトロがやっていて、国防総省の顧問と自称している、まあ謎の立場も不明の人物がこのマット・グレイバーっていうんですけども、これをジョシュ・ブローリンが演じています。ジョシュ・ブローリンはあれですね、アベンジャーズのエンドゲームでサノスをやってた、いかついおじさんですね。多分ジョシュ・ブローリン史上でも一番いかついんじゃないですかね、このボーダーラインのマットっていう役は。もうほんと嫌な感じの役ですね。で、アレハンドロの方はほんと謎めいたけど明らかにヤバい人物というキャラを演じていますね。このヤバいおっさんといかついおっさん、
がつくて嫌な感じのおっさんに、エミリー・ブラントが振り回され続けるというのがこのボーダーラインの映画になってますね。じゃあまず簡単なあらすじをご紹介します。 FBI 捜査官のケイトはアリゾナ州フェニックスで起きた誘拐事件の容疑者宅を襲撃する。そこでカルテルを取り巻く凄惨な現状を目撃する。ケイトはソノラカルテルの幹部を挙げるためマットと名乗る謎の男率いる合同捜査チームに参加することになる。しかしボーダー、国境の向こう側にあるものはケイトの想像をはるかに超えていた、というような、まああらすじになるんじゃないかなと思うんですけども、要はですね、その主人公のケイトは FBI 捜査官で、誘拐即応犯みたいな言い方されてましたけども、まあ人質を助けるようなチームのメンバーで、別に麻薬捜査が専門ではないんですね。そこに国防総省だかなんだか、最初はそれすら説明されない立場不明の、まあ、周りのおじさんたちはスーツの中で一人だけサンダル姿でいるというですね、このやんちゃ感を丸出しにしたあのマット・グレイバーという男が現れて、まあ、メキシコの麻薬カルテル、まあ、カルテルというのはその麻薬の密売組織のことですけども、それを操作している人物というのが現れて、まあそのフェニックスの事件の裏にですね、そのカルテルの暗躍というのがあるけれども、その黒幕を捕まえたければ、うちのチームで一緒に仕事をしないかというふうにですね、勧誘しに来るというところが第一幕になって、まあ非常に凄惨な現場というのを目撃していたケイトは、まあ非常に正義感が強い人物なので、黒幕を上げられるのであればということで、まあ、全くその門外観でありながら、自分の全く知らないその麻薬カルテルの危険な世界に飛び込んでいくというようなストーリーになっています。ハードボイルド的なその目線で言うとですね、まあ、別にそもそもハードボイルドなのかっていう話なんですけど、まあ、前提として、現代のそのハリウッド映画で、まあ、シリス探偵を主人公にした競技のハードボイルド映画っていうのが作られることは、まあそんなにないですね。全くないわけではないですけど、1年にまあ数作出てくればいい方かなっていう感じで、まあそっから派生したスパイものとかミリタリーものとか刑事ものとか、そっちの方はちょこちょこ作られていってるというところで、まあそこにハードボイルドのその余韻みたいなものを感じてもいいのかなっていう気がしています。で、その中でまあボーダーラインは位置づけ的にまずどうなのかというと、まあ映画史の中で、超ざっくり言ってしまえばですね、ハードボイルドの歴史というのは、まあ、この間その小説の歴史をざっとアメリカの展開を見ていきましたけども、弱さを抱えつつも非常に強い男を描いていた時代からだんだん弱い男と70年代ぐらいにシフトしていって、女性探偵が出ていって、まあ、さらに多様化していくというような流れだったと思うんですけども、まあ、映画の方もほぼそれに対応していると思っていいと思うんですよね。だんだんやっぱりその、ただ強い男っていうのを描くだけでは、まあ、なかなか映画的に成立しなくなってきて、そこでどうするのかというのが問われているという時代だと、まあ、前提としては認識していいと思います。で、この、ビルヌーヴ監督と、脚本のテイラー・シェリダンが作ったボーダーラインは、まあ、まずどうかというと、まあ、その男らしさというのを描きにくくなった世界で、よりハード路線に行くと。まあ、これを男らしさと言うべきかどうか正直微妙なんですけども、より残酷で冷徹で、まあ、カッコつきのリアルそのものを描くという路線で、特にこのテイラー・シェリダンは突き進んでますよね。僕はこのテイラー・シェリダンの、ウィンド・リバーっていう映画が非常に好きなんですけども、まあ、これはウィンド・リバーは監督、脚本両方テイラー・シェリダンが務めていて、まあ、ボーダーラインと通じるテイストがあるというか、非常にリアルなタッチで、まあ、残酷な現実を描くというのが、まあ、一個の特徴になっているのかなという気がします。一方の監督のデニ・ヴィルヌーヴは、そんなに、まあ、残酷しているっていう監督ではないんですけども、むしろ映像表現としては非常にこの、ほわーんとした、なんかその、朝の霧の包み、なんかその、煙の中に包まれた街みたいな、その、防爆とした画面が好きな人で、まあ、結構アートタッチと言いますか、で、作品に結構抽象的なテーマを据えるタイプの人で、まあ、その化学反応がどうなるのかというのが、まあ、このボーダーラインのちょっと一個の見どころになってくるかなという気がしますよね。まあ、その点についても後ほど説明したいと思います。で、
まあ、もう一個前提としてちょっと触れておかなくちゃいけないのはですね、この映画は、まあ、主人公がですね、全くその、ま、知らない麻薬カルテの世界に飛び込んでいくっていうストーリー構造で、まあ、観客もそうであることを前提とした作りなんですね。あんまりそのメキシコ麻薬戦争のこととか知らないでいいというか。なので、まあ、この後麻薬戦争の前提知識とかをさらっと触れたいと思うんですけども、それを見てから、その、この映画を見た方がいいのか、初見で見た方がいいのか、いまいち僕にはちょっと判断できないので、ちょっとそこは、ご本人の判断に任せます。もしフレッシュな状態で見たければ、ちょっとここで止めていただいて、一回ボーダーラインを見て、多分今、Amazon プライムでも見放題で見れますし、Unext でも見れるので、そこで見てからちょっと戻ってきていただくっていうのがいいかもしれないですね。あと、暴力描写が無理っていう人は絶対見ない方がいいです。本当にきついです、暴力描写が。はい、そこだけ注意してもらいたいなと思いますね。ではまずネタバレなしの感想の方から入っていきたいと思います。はい、まあさっきもちょっと触れたんですけど、非常にリアルな手触りの映画で、ドキュメンタリータッチと言ってもいいぐらいの、まあ、リアルさがあるなと思います。で、非常に淡々とこのグロテスクな描写とか、まあそういうメキシコの描かれているの現状というのが描かれていきます。まあ、その淡々とし具合っていうのが非常にこの徹底と していて、なんかカタルシスがないグロテスクさなんですよね。そのスプラッター映画とかみたいな血がブシャーみたいな、ある種のそのお祭り感みたいな悪趣味なものがあると思うんですけども、そういう盛り上がりとかは全然なくて、ただひどいんですよっていうのをこの写真のように写しているっていう感じ、そういうトーンがまあ特徴かなと思います。まあ、いかにもビルヌーヴ監督らしいっていう感じがしますね。一方でですね、メキシコ麻薬カルテルの本質、もしくはその捜査の本質という目に見えない何かっていうのを、この映画はどんどん主人公がまあそこに迫っていくっていう作りになっているんですけども、それに関しては非常にぼやかされて慎重に近づいていく作りになっていて、一体その奥に何があるんだろうっていうふうにですね、この見ている間非常にハラハラさせられる、まあサスペンスを通り越して、まあ、ホラーに近いのかなっていう気がしましたね。ホラー的なその構造になっている映画だと思います。しかしですね、その怖さっていうのは暴力描写のきつさにももちろんその強烈なスパイスとしてありますけども、それ自体というよりは何も映ってないような場面が怖いんですね。ほとんどジャパニーズホラー的というか、あ、この奥に何かあるんじゃないかな、またひどいことが起きるんじゃないかなっていうふうに、この観客にですね、非常に想像させる、そういう想像力を利用した怖さというのを非常にこの突き詰めた映画なのかなっていう気がしますね。そういうためのうまさっていうのがまあ光っているので、こういうところについても後々触れていきたいと思います。あとはですね、非常にこのまあビルヌーヴ監督らしいというか、繊細な映像と、まあ、非常に細かい演技の演出というのが光っていて、キャラクターのそのセリフっていうのは通常の映画に比べてすごく少ないと思うんですよね。特にその主人公以外のキャラクターは全然喋らない、仕事の話以外は。にもかかわらず、ちょっとした演出でそのキャラクターのその怖さとか意味わからなさみたいなものを描いていて、そういうところもですね、このヘミングウェイの氷山理論ではないですけれども、ちょっと海面に出ているほんのちょっとのところから、その海底にあるですね、巨大なこの氷山を想像させるようなですね、非常にこのイマジネーションを刺激してくるような映画になってくるなと思いますね。ただその分分かりづらいんですよね。ちょっとしか描かないから、あの今何が起きているのかっていうこともほんの最低限の、まあ、しかし的確な描写ではあるんですけども、ほんの最低限の説明で済ませているので、あの僕も初見の時はですね、今これ主人公何をしているんだろうっていう風にですね、すぐ話が分かんなくなるんですよね。で、2回目メモを取りながらなんとなく話を整理して始めてよく分かったっていう感じなので、まあそこに関しては、ただその映画の狙いとしても主人公と一緒に今何が起きているんだろうっていうことも含めて、この酩酊感を味わってもらいたいと、迷路の中をさまよってもらいたいという意図が多分あると思うので、まあいいっちゃいいんですけども、本当によくわからなくなるので、まあそこはちょっと、まあ、このハドプンもですね、副読本的にしていただいて理解してもらえたらいいのかなと思いますね。
はい。そしてですね、主人公が自分の信じていた世界の外側に迷い込んでいき、かつての世界をどんどん見失っていくと。それを非常にこの静謐な写実的なトーンで描いていくっていうのは、まあこれは僕そんなにドゥニ・ヴィルヌーヴ作品見てないですけども、メッセージとか、あとブレードランナーの続編とか複製された男とか、その辺の作品に非常によく見た感じを覚えましたね。脚本テイラー・シェリダンなんですけども、そこら辺のまあ映像表現とかのそのための部分とか、ぼやかし方っていうのはやっぱりそのドゥニ・ヴィルヌーヴ節なのかなっていう感じはしましたね。その結果ですね、まあテイラー・シェリダンの非常にこのリアルな現実社会を残酷なままにそのまま提示するというリアリスティックな脚本と、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の抽象的なテーマを持つ偶話的な演出というのが融合していて、一方でめちゃめちゃリアルで、一方でめちゃめちゃ偶話的でもあるっていうですね、ちょっとなかなか見たことない感じの映画になってると思いますね。ということで、簡単な感想はその程度にして、まずこの前提になるですね、そもそもメキシコ麻薬戦争とは何なのかっていうことについてさらっとだけ整理したいと思います。で、今回参考にしたのが、ヨアン・グリロさんの著作で、まあドキュメンタリーなんですけども、ドキュメンタリーというかノンフィクションか。で、メキシコ麻薬戦争、アメリカ大陸を引き裂く犯罪者たちの反乱っていう、結構分厚い500ページぐらいあるんじゃないですかね、ぐらいのそのノンフィクションがありまして、まあこれを読んだんですけど、まあ僕が説明しなくてもですね、これ非常に老作なので、まあこのトピックに関心がある方はこの本を読んでいただくのが一番早いと思います。で、基本的に今から説明する内容はこのノンフィクションをまとめたものですね。メキシコ麻薬戦争っていうのは、まあそもそも何かというとですね、まあカルテルと呼ばれている麻薬密売組織の内乱ですね。いっぱいそのカルテルがメキシコの中にあって、まあ非常にこの縄張り争いというのを繰り広げていると。で、およびですね、その麻薬密売組織と、メキシコ政府、メキシコ軍との衝突というのを指しています。一般的には2006年の、カルデロン大統領の政権がカルテルに対してメキシコ軍を動員した大規模な軍事作戦というのを、まあカルテル掃討作戦というようなものを敢行したんですけども、そこから始まったというふうに、する向きが一般的ということらしいです。ただ2008年には逆に犯罪件数が激増した結果になってしまい、この作戦はまあうまくいかず、今もメキシコ麻薬戦争と呼ばれている現象は続いているというのが現状のようです。で、基本的にはですね、まあメキシコから、まあ最大のそのコカインとかマリファラの消費国であるアメリカへ、まあ海路とか陸路を通じて密輸入するというので、ビジネスとして成り立っているということらしいです。歴史的な経緯としては、もともとコロンビアが空路を使ってアメリカにコカインとかをその輸出してだいぶ儲けていたらしいんですけども、まあそれが取り締まりが厳しくなるにつれて無理になってメキシコを経由するようになったらしいんですよね。で、今度はメキシコのそのカルテルというのがそれによって力を伸ばし始めて、最終的にはコロンビアが力を失い、シェアの大半をメキシコが占めるようになったと。まあそういう歴史的な経緯があるらしいですね。この辺の話はですね、ボーダーラインともちょっと関わってくるところなので、まあ、コロンビアがどうのとかメキシコのがどうのみたいな話が出てくるんですよね。あいつはコロンビア出身だとか、ね、じゃないとか。まあなんでそういう話が出てくるかっていうと、もともとコロンビアがその麻薬の密輸出で力を持っていたというような経緯があるということですね。で、この麻薬戦争が、じゃあ今までのその、メキシコのマフィアというか、まあその、反社会組織と何が違うのかというところで言うと、パラミリタリー化と呼ばれるですね、まあ軍隊化ですね。近代的な非常にその、装備を獲得し、軍事的な技術も身につけた、構成員というのが、まあ非常に増えてきたことによって、まあ、まさに戦争ですね。麻薬戦争と呼ぶに、ふさわしいような治安の悪化というのが進んでしまったというのが特徴の一つだと、されているそうです。まあ、これはいろんな歴史的な経緯があるそうなんですけど、実際の特殊部隊経験者とか、元軍人のような人たちが、あと傭兵のような人たちが、カルテルに雇われるようになって、
まあ、実際の軍事技術をそこで使用するようになったと。で、それを真似していろんな組織がどん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 その、まあ、軍隊化するようになって治安がどんどん悪化していったというのが、まあ、この麻薬戦争の激化の一つの要因ということらしいです。で、最近ではどういう動きがあるかというとですね、まあ、2020年にはですね、メキシコのシエンフエゴス前国防相が、この、まあ、密売に携わったとして米国で起訴されていると。で、まあ、これは不起訴に結局終わったんですけども、そういうような事件があるくらいですね、メキシコ政府の高官が麻薬のその密売に手を染めているかもしれないというくらいですね、まあ、警察との汚職、そういう政府との汚職、公務員との汚職というのが非常に進んでいて、誰が敵で誰が味方がわからないというような状況もこのメキシコ麻薬戦争の特徴とされていて、まあ、そういうところを抑えておくとボーダーラインでですね、まあ、起きている展開とかっていうのもちょっと飲み込みやすくなるんじゃないかなと思いますね。あと2021年の記事で、カルテルが今度はドローンを使用して当局を攻撃し始めていると、爆弾をドローンに積んで、攻撃を仕掛けたりとか、そういうことが起きていてっていうような記事が掲載されていたので、まあ、まだやはりその麻薬戦争っていうのは終結には至っていないのかなという状況のようです。まあ、そういうような社会背景を踏まえた上で、まあ、ボーダーラインを見ていくとちょっと理解が進むのかなと思うんですけども、じゃあもう少しだけ詳しいあらすじというのを解説したいと思うんですけども、じゃあそのケイトがですね、その合同捜査班に参加するようになってどうなったのかというところなんですけども、まあ、いきなりですね、じゃあ明後日エルパソに行くからっていう風に言われて、で、あの自家用ジェットみたいなので飛んでいくんですけども、そこで初めてアレハンドロと合流するんですよね。あれ、アレハンドロだからみたいな感じで言われるんですけども、まあ、非常にビシッとこのスーツを着こなしてサングラスをかけて表情を隠している、まあ、謎のおじさんなんですけども、非常にこの男がですね、まあ、怖いんですけど、まあ、基本的にこのケイトとアレハンドと、マットかの3人で行動するんですが、エルパソっていうのはまあ、そうなんですよね、そういう地名がガンガン出てくるから日本人にはちょっと分かりにくい映画なんですけども、エルパソはメキシコ国境近くのアメリカの町です。で、国境沿いっていうこともあっていろんな軍事基地が集中しているそうなので、多分ケイトたちが降り立ったのもそのうちのどこかの基地なんでしょう。で、そこでいきなりブリーフィングが始まります。これもですね、演出としてまあ面白いんですけど、ブリーフィングがすでに始まっているところに3人が遅刻してきて、うっすみたいな感じでマットが挨拶して、まあその観客も一緒に途中から始まったブリーフィングを聞くということで、まあ、こういう演出が非常に多い映画なんですけども、基本的にケイトイコール我々観客にはですね、誰が何のために何をしているのかっていう状況の全体像が与えられないまま物語が進んでいくんですね。で、これがだからいきなりその知らない仕事に引き抜かれて、あ、うちの会社は OJT でやってますからみたいな感じで、あの仕事をやりながら覚えてもらえればいいからみたいな感じで言われて行ってみたら、全然誰も説明してくれないみたいな、そういう感じに見えちゃうんですけど、まあ、テーマ的には別にその OJT パワハラを描きたいわけではなくて全く別のところにあると思うんですが、まあ、そういうですね、こうある種のメキシコ麻薬カルテル捜査いきなり始めますジェットコースターの中にですね、観客が閉じ込められるというような展開になっていきます。そのブリーフィングで何を説明しているかっていうと、まあ、いろいろ早口で説明しているので分かりづらいんですけど、要はですね、一回メキシコ側に行って、フアレスっていうそのエルパソに近い、これも国境沿いの、これはメキシコ側の町ですね。メキシコ側の町に行って、裁判所で何者かを引き渡しされて、それをアメリカに連れて戻ってくるっていう護送作戦なんですね。で、そこで連邦保安官とか、デルタって言われてましたけど、アメリカのこれは陸軍の特殊部隊ですね。とか、まあ、いろんな機関から集まった合同チームでそれをやっていくっていう感じですね。で、ここで初めてケイトがメキシコ、ボーダーの向こう側に行くわけですけども、まあ、そこで何が起こるのかというところですよね。何が起こるのかって、まあ、そこは別に何もなかったら映画として成立しないで、まあ、何かしら起こるんですけど、まあ、そこはちょっと見ていただくとして、で、一回戻ってきて、じゃあその護送されてきた人物が誰だったのかっていうのは、
あ、まず映画のちょっと目的をその説明するの忘れちゃったんで、そこから説明しますけども、基本的にはですね、この映画が何をしようとしているのかというとですね、マヌエル・ディアスというアメリカの実業家がいます。でこれアメリカに住んでる、まあ、イケイケの起業家みたいな人なんですけども、ソノラ・カルテルと呼ばれるメキシコのカルテルのアメリカ側のボスなんですね。幹部のうちの一人だと。で、それを、マットたちは追っていると。で、どうもフェニックスの事件もこのマヌエル・ディアスが、まあ、黒幕なので、ケイトもあげたいと思っている。で、その兄のギエルモという人物がいるんだけど知ってる?みたいなことを初対面の時にマットに聞かれるんですけども、まあ、要はこの人物が最初に護送してくる人なんですね。で、マヌエル・ディアスのいとこのファウスト・アラルコンという人物がいると。で、これはソノラ幹部のナンバー3と呼ばれる、まあ非常に、まあカルテルの重要人物。多分、マヌエル・ディアスよりも重要人物なんでしょう。話の流れからすると。で、このマヌエル・ディアスとファウスト・アラルコンの二人、まあ、もしくはその手がかりになる兄のギエルモをどう上げていくのかっていうのをめぐって、話は展開しているようなんですけども、それを観客は部分的にしか理解できないという感じですね。もしくはその、なんかした後に、ちょっと今何が起きてるんですかみたいな感じで聞いて、マットとか、アレハンドルから、いや、今こうしてるんだよ、みたいな感じで、イライラした感じで説明されるっていう感じの映画です。で、基本的にプロットとして起きることはそんなに多くなくて、まあその、メキシコからの護送と、そこからアメリカに戻ってきて、マヌエル・ディアスを、まあどう、あげるかというか、まあ、あげることが直接の目的ではないみたいな話になってくるんですけども、まあ、どう追い詰めるかみたいな話。で、そこから、まあ、とある隠しトンネルがあるよという話になっていて、それをめぐる第三幕っていう、まあ、基本的にこの3つの話だけなんですよ、起きてることは。にもかかわらず、どんどん話がわからなくなるっていうのが、まあ、この映画の、まあ、明らかに意図的に演出された部分ですよね。はい。それでは、詳しい感想の方に入っていきたいと思います。そうですね。本作は、まあ先ほど見たようにですね、非常に評価が高いと。で、日本でも Yahoo のユーザーレビューで、星4つ字幕版が獲得していましたし、基本的に見ている人は、まあそれなりに高い満足度を持っているという作品だと思うんですけども、ただ結構けなしている人はけなしているっていう、その批判的な意見のトーンが強いっていう、タイプの作品だと思うんですよね。で、なぜそこで本作の評価が分かれるのかっていうところなんですけども、まあこれは偶話化というのが大きな要因だと、僕は思います。つまりですね、まあ、冒頭の方でちょっと触れましたけれども、この監督が偶話的なタッチが非常に好きな人なんですよね。その具体的な誰が何をするっていうそのプロットに加えて、そのプロットが何かこう抽象的なテーマと絡んでいく。で、それを、むしろそれを中心に物語が回っていって、抽象的なテーマに主人公がリアクションして終わるみたいなパターンが、まあ、多いというか、そんなに見てないのであれなんですけども、僕が見た中では多い。そういう作家だと思うんですよね。まあ、テイラー・シェリダンも結構その、具体的なプロットに加えて、結構そういう抽象的なテーマ、まあ、あるいは社会的なテーマと言ってもいいかもしれないですけど、そういうのを織り交ぜるのが好きなタイプの脚本だと思うの、脚本家だと思うので、まあそういう意味では二人の方向性はちょっと一致してるのかなっていう気がしますね。ただ、ビルヌーブ監督の方が、まあその傾向は強いんじゃないかと思いますね。ただ、その偶話的、偶話的っていうふうによく言われるんですけども、じゃあどこが偶話なのかということをですね、ちょっとじっくり追っていきたいなと思いますけども、まず、偶話とは何なのかっていう話をしたいんですが、基本的にはですね、まあその、話の、筋自体が教訓になっているタイプの物語っていうのが辞書的な説明だと思うんですけども、それだとあんまりその映画を分析するのに役に立たないので、ちょっと具体的にちょっと亀とウサギの話をですね、分析したいと思います。まあ皆さんがよくご存知だと思うんですけども、亀とウサギがいてレースをしますと。で、レースをして、ウサギはまあ足が速いので自信満々なんですよね。で、途中まで来て振り返ったらカメが遥か後ろにいるので、まあ余裕をかましてちょっと昼寝をしようというところで休むと。で、その間もカメは地道に進んでいって、ウサギが起きた時にはカメは遥か先にいて、
必死に頑張ったけれども追いつかなくてレースに負けるという話ですね。まあ、これぐらいシンプルな話の方がちょっと分析するのにはいいと思うんですけども、まあ、この話の教訓というのは、まあ、いろんな形で要約できると思うんですけども、すごいざっくり言うなら、能力がある自信家は能力のない努力家に劣るってことなんですよね。あるいはまあもうちょっと詳しく説明するなら、たとえ能力的に秀でているものでも自信過剰に陥ると地道な努力をするものに負けてしまいますよみたいな、そういうだから頑張りましょうみたいな教訓だと思うんですけども、まあ、教訓っていうのはやっぱりその最後どうなったかっていうところとプロット的に結びついてるわけですね。ウサギは亀に追いつけませんでしたっていうのが、まあ、そこから引き出される教訓なわけなので、まあ、寓話っていうのはその話のプロットの結末部分が非常に重要なんだと。というか、まあ、そこから引き出されるテーマを持った物語っていうふうに定義していいんじゃないかと思うんですよね。で、これを、その、じゃあ教訓部分をちょっとよく見てみるとですね、能力がある自信家は、能力のない自信家に、努力家に負けるという、まあ、仮にそういう教訓だとして、まあ、これは主語と述語から成り立ってるわけですよね。主語は能力がある自信家。で、述語は能力のない努力家に負けるという部分で、これはそれぞれキャラクターとプロットに対応していると思っていいと思います。つまり能力がある自信家という属性は、これウサギの属性なわけですよね。まあ、ウサギを主人公だとして、ウサギ目線でこの物語を捉えるなら、この主人公の属性というのが、何々はの何々の部分に対応していると。で、物語を通して、まあ、いろんなキャラクターのその属性とか、どういう人なのかとか、どういう考えを持っているのかとか、映画でも描いていますけども、その部分が、まあ、主語に当たると思っていいと思います。で、努力家に負けるというその述語部分は、まあ、これはプロットの結末に対応しているというふうに言っていいんじゃないかと思いますね。まあ、ウサギが最終的にその亀を追い越せなかったという部分を抽象化していくと、まあ、努力家に負けてしまいますよというその述語部分になっていくということですね。まあ、この述語部分にはその何々にっていう目的語も含まれてるんですけども、まあ、そこまでなんか言ってるとめんどくさいなと思ってちょっと今はしょったんですが、まあ、これはその物語に例えるなら敵対者に当たる部分かなと思いますね。主人公が、まあ、誰と対決するのか、あるいは何と対決するのか、どういう世界と向き合うのかっていう部分が、まあ、この目的語に対応するのかなっていう感じですね。まあ、加えて言うなら、まあ、その結末のトーンですね。ウサギが負けちゃったーっていう、この話はある種のそのバッドエンドだと思うんですけども、バッドエンドだから、まあ、ちょっとその、否定的な、結論というか教訓になるわけですよね。負けちゃうんだよっていう、その勝ち付けがそこに含まれてるわけです。自信家だと努力家に負けちゃうんだよ。だからそうしないようにしましょうね。みたいな、まあ、教訓ですね。偶話の構造っていうのが、まあじゃあ基本的にそういうものだとするなら、じゃあこれを頑張って映画に当てはめてみるとどうなるかということなんですけども、じゃあボーダーラインの、まあキャラクターとプロットですねっていうのは基本的にどういうものなのかと、まあ、シノプシスとかって言いますけども、映画を 2,3 行で要約したものっていうのがあるんですが、まあそれをあえて1行でギュッとまとめるならですね、FBI 捜査官のケイトがこれまでの常識が全く通用しないメキシコ麻薬戦争の世界に迷い込んでいくというのが、なんかこう要約するとバカみたいですけど、でも本当にそういう話なので、まあボーダーラインの、まあキャラクターとプロットになるんじゃないかなと思います。で、さっきも触れたんですけども、本当のテーマを知るには映画の最後まで見ないといけないんですね。結末部分とやはりテーマっていうのは密接に結びついているので、まあ、この段階ではまだネタバレをしないで、最後のところでちょっとネタバレを踏まえて、結論込みでのちょっとその議論というのをしたいと思うんですけど、まだしないで、なのでまあこの要約というのはその途中段階での話なんですけど、その話で言うと、じゃあここから引き出されるテーマとは何なのかと。まあ、これもいろんな考え方ができると思いますが、まあざっくり言ってこんな感じかなというのをちょっと主語と述語からですね、作ってみました。それで言うと、常識的な世界の住人がすぐそこにある、しかし不条理な世界に分け入っていく。というのが、まあ、結構極限まで抽象化したテーマになるんじゃないかなと思いますし、
まあ、実際そういうようなテーマを醸したいんだろうなという演出だったり映像だったりセリフだったりっていうのがちょいちょい出てきます。でそれをどうやってるのかっていうのはちょっと後で具体的に触れたいと思います。なんですが、映画のその難しいところはですね、その主人公もプロットもその敵対者もいろんな属性を持っていて複雑なんですよね。なので、FBI 捜査官ケイトがこれまでの常識の通用しないメキシコ麻薬戦争の世界に迷い込んでいくというこのプロットからですね、結構いろんなレベルのテーマを引き出せてしまうんですよね。例えば、まあ、さっき極限までその抽象化したテーマを言いましたけれども、こんな風にもまあテーマ化できると思うんですよね。アメリカの法秩序の中にいる人間が、メキシコから侵入しつつある暴力的な、世界の現状を知っていくという、まあ、ちょっと社会的なテーマとしても認識できるし、まあ、そう取られない方がおかしいっていう題材ですよね。メキシコのその実際に起きている社会現象を扱っているわけなので、まあ、そういうテーマともまあ読める。さらには、まあ映画っていうのは通常そのキャラクターの心理的なドラマとして置かれているというのがまあ普通ですから、正義感に燃える主人公が自分を相手にしない男たち、あるいはその世界に抗いながら立ち向かっていくという、そういう心理的なテーマもここから引き出せるわけですね。まあ、大体その主人公のその心理的なドラマ、それから社会的なテーマ、まあ、もうちょっと抽象的なテーマっていう、大体その3段階に分けることができるんじゃないかと思います。まあ、もちろん大抵の映画はその主人公の心理的なテーマで止まっていて、まあそれだけでも名作はたくさんあると思うんですけども、そこからまあ社会派スリラーなんかだとその主人公の心理的なドラマはちょっと抑えめで社会的なテーマが強いとか、もしくはまあその哲学的な作品だと、まあ特にビルヌーヴ作品なんかはそのもっと抽象的な主人公のその心理的なドラマとかよりも抽象的な話がメインになってくるパターンもあるというので、まあこれは結構その偶話よりは難しいんですよね。シンプルな偶話の場合はさっきの亀とウサギの話もそうなんですけども、じゃあそのウサギが亀に負けたことで起きたその心理的な変化とかを細かく描写しているわけじゃないですし、まあそれ描いてたらめちゃめちゃ面白そうだなと思うんですけども、すげえ反省して終わるのかなとか、そういう話も見てみたい気がしますが、そういう話じゃないんですよね。主人公のその心理を抑えておくことで、まあ教訓の方が際立つと。あるいは、人間の社会の話じゃなくしているわけですよね。これは亀とウサギっていうその、フィクションにしていると。おとき話にしているので、その社会的なテーマを抑えられると。これがだからその、なんか警察官と泥棒が、みたいな話にしたら、うむ、これは現代の何か社会を、その象徴しているみたいな話にどうしてもなる。そういう読み方が発生してしまうというのが、まあ、この映画の難しいところだと思うんですよね。はい。ということで、まあ、そういう3つのレベルのテーマっていうのが、まあ、ボーダーラインに、まあ、見て取ることができるんじゃないかということなんですけども、じゃあ具体的にどういうふうな工夫でそれが実現されているのかということなんですが、三つのモチーフというか、まあ、観点で分類することができるんじゃないかなと思いますね。一つは、遮蔽物っていうのが、これが非常によく出てきますね。まあ、結構冒頭の方でも出てくると思うんですけど、カーテン。まあ、これも結構最後の方でも重要な役割を果たしますが、光が間から差し込んでくるカーテンというのが結構映像的なモチーフとしてよく出てきます。向こう側から光が差していて、向こうに何かがあるんだろうなということを感じさせつつも、まあ、向こうにある世界とケイト、観客と遮る障壁である、そういう遮蔽物であるというカーテンですね。あるいは空間的なですね、セッティングとしては密室がよく出てきます。自動車の中だとか飛行機の中だとか、まあ、部屋の中だとか、まあ、そういうその外の空間とこちら側を隔てている密室っていう道具だってもよく出てきます。これもまあ遮蔽物の一種と言っていいと思うんですね。あとはですね、マットと一緒にそのエルパソに行く飛行機に乗るところのカットで、主人公のケイトがまあ車に乗って運転してもらって、そこから降りてマットと合流するんですけども、合流した後にその車の室内にカメラが残ってるんですよ。で、その
室内越しにですね、ドアガラス越しに、ケイトとマットたちが飛行機の方に歩いていくっていうのを後ろ姿から撮ってるっていうカットがあるんですけども、これが非常にやっぱりドゥニ・ヴィルヌーヴっぽいというかですね、もういちいち映像に気を使っている感じというか、その窓ガラスをいちいち一枚挟むことで、ケイトがまあこれから何かそのボーダーライン、まさにボーダーラインというかですね、何かの境界の向こう側に行くんだよというようなことが示されているんです。しかしそこに何があるのかはまだわからないというような、これもまあカーテンに通じた工夫だと思うんですよね。あと初めてマットに出会った時の、その、まあ、FBI の上司に呼び出されていく透明な、まあ、全面ガラス張りになっている、しかし区切られている会議室というのが出てきて、まあ、その外側でですね、ケイトと相棒のレジが待たされるんですけども、その中で何が話されているのかわかんないんですよね。偉そうなおじさんたちが何かを話し合っているけれども、何かわかんないと。なんかレジなんかはなんかこれから怒られるのかなみたいな感じになってたりとかして、すごい心配しているっていう面白いカットがあるんですけども、まあこれも遮蔽物の一種の変形かなと思いますね。しかもその見えてるんだけど何が起きてるのか分かんないっていう、その不可視化っていう、ちょっとそのカーテンとは違う表現になってますよね。あと終盤で出てくるトンネルなんかも、まあその奥に何かがあるっていうような、まあその空間全体がそういうメタファーになっていると思いますし、まあ、そこで使う暗視ゴーグル、サーマルカメラなんていう映像も、まあその普通の肉眼から一個隔てた視界になっているので、まあそういうのも、遮蔽物の一種として機能している。まあ全体的にですね、この先に何かがあるらしいけどわからないという強調が非常に多いと。まあ映像的な意味で多いのかなという気がしましたね。まあ、そしてこれはまあこの先ほど言った一番抽象的なテーマですよね。常識的な世界の住人が、すぐそこにあるけれども、しかし不条理な世界に分け入っていくというそこと、まあ、向こう側にそれがどうもあるらしいっていうので、まあ示唆しているというような演出だと思いますね。もう一つが、蚊帳の外に置かれることっていう、まあこれはですね、物語上の、まあ、展開とか演出に関わってくるんですけども、まあ前半でもちょっと触れましたが、ブリーフィングが途中から始まって、まあ、いきなりそこから観客もケイトも話を聞かなくちゃいけないとか、後ろについてろ、ただ見ていろとかですね、何か知っておくべきことはあるっていう風にケイトがアレハンドロに聞いて、刀の力を抜けとだけ言われて何も説明されないとかですね、全く引き継ぎをしてくれないんですよね、この会社の人たちは。会社じゃないけど、そういうですね、もうパワハラ OJT 演出というのがめちゃめちゃありまして、とにかくそのケイトは状況の外側に置かれ続けている。まあ、観客もまたそこについていくことになるっていう。まあ、これも一種のその見えない遮蔽物が、ケイトとその出来事との間に置かれているっていう、これが徹底してるんですよね。まあ、もちろんそれをやりすぎると話がわからなくなるので、なんかやった後でマットが説明してくるんですけども、その情報も後出しだし、本当のこと言ってるのかわからないし、で、あとで追加情報が来たりもするから、もう観客も、これ本当のこと言ってんのかなと、信じられなくなるというようなところがあるんですよね。あとはですね、これも、その、興味深い構造だなと思ったんですけど、直接的な作戦が一個もないんですよ。直接的に、その、何かのために何かをするっていう、その原因と結果が、ダイレクトに結びついた作戦が一個もないんですよね。全部、例えばその、あらすじのところで説明した、まあ、要人というか重要ターゲットの護送作戦というのも、なんでそれをやってるのかわからないんですよね。ケイトにも観客にも。で、それは後から、この人は俺たちが追っている犯罪者のお兄さんで、その情報を追うために、やってるんですよ、みたいな。まあ、もしくはまた別の目的もそこにあったりするんですけど、そういうのが後から説明されるというので、今やってることが直接何に作用するのかっていうのが分かんないっていう、全部間接化された作戦っていうのがどんどん続いていくと。それは第三幕に至ってもそうで、まあ、最後の最後でようやく直接何かが起こる。けどそれはケイトじゃないっていう、本当にそれを徹底してやってるんですよね。で、最後に、これはまあちょっと毛色が違うんですけども、隣り合わせの違和感っていうような、そういう演出も変質していて、まあ、ケイトのすぐ近くにあるんですよね。これはま、先ほどまでとは違って、何か正体がわからないっていうよりは、
見えてるんだけど何なのかわからないっていう、まあそのメキシコのそのなんでしょうね、国としての地理的な近さと、しかしその中で何が起こってるのか理解ができないみたいな、まあ恐怖感みたいなものとパラレルなのかもしれませんが、例えば僕がすごい好きな演出は、先ほどのエルパソに行く飛行機の中で初めてケイトとアレハンドロが、ああ、よろしくみたいな感じで挨拶するシーンがあるんですけども、で、ちょっと経ったら、まあ、そのフライト中にアレハンドロが居眠りをしだすんですよね。で、ケイトがぼーっとそれを、ああ、寝てるなーみたいな感じで見てると、急にアレハンドロがビクーンって言って、その、痙攣みたいなのを起こして起きるんですよ。で、もうびっくりしてケイトが、大丈夫ですかみたいなこと言うんですけど、あ、うん、大丈夫みたいな感じで、で、明らかに大丈夫じゃねえだろうっていう、その、ものすごい悪夢にうなされてんだろうなっていうのを、そのビクーンっていう演出だけで示してるわけですよ。でこういうのが結構多くて、そのキャラクターがその会話でなんか自分の過去を説明するとかがあんまりないんですけど、あ、なんかこいつやばい修羅場をくぐってきたんだろうなっていうことが、まあ、その部分から示されるんですよね。で、あるいはアレハンドロじゃなくてマットのキャラクターがどう示されているかっていうところなんですけども、これもですね、非常に印象的な演出があって、サンダルですね。透明なその会議室の中で、まあ、初めてマットと会うんですけども、みんながスーツビシッと着てる中で一人だけ B3 履いて、シャツもそのズボンの中から出して、椅子の背もたれにこう体、こう、寄っかかって、うっすみたいな、その、すごいうさんくさいベンチャー企業の、偉い人みたいな感じなんですよ。ああいう人見るとなんか本能的に、うわ、こいつ大丈夫かなって思いますよね。そういうなんか、うわぁ、大丈夫かなこいつっていう、そういう演出がすごい上手いですよね。まあこういうのがたくさんあるんですけど、すべて目の前にあるんだけれども、なんだかよくわかんないなっていう、そういうですね、少なくとも詳細はその場ではわからないっていう演出がたくさんなされていて、まあこれもですね、すぐ近くにあるけれども、この、よくその理解できないっていう、まあその抽象的なテーマとつながってくる部分かなと思いますね。まあ、全体的にその遮蔽物、蚊帳の外に置かれること、隣り合わせの違和感、そういった演出、映像表現によってですね、向こう側に自分の何かわからないもの、コントロールできない何かがあるらしいというその抽象的な感覚を観客の中に生むような、そういう表現がたくさんなされていて、でこれが必ずしもその社会的な描写ですね。メキシコの描写と結びついていないっていうところに、やはりそのジュニ・ヴィルヌーヴ監督の偶話化思考っていうのが見て取れるんじゃないかなと思うんですよね。つまりこうした描写が全部そのメキシコのその麻薬カルテルの人たちの描写と結びついているかというと、そうでもないんですよね。まあもちろん結びついたものもあります。けれども、大体がまあそのケイトの身の回りで起きている現象なので、言ってしまえば僕たちの生活の身の回りで起きてもおかしくないことなんですよね。なのでこれは普遍的なテーマなんですよっていうのをその抽象化した描写で示そうとしているんじゃないかなと僕は思いました。ということで最後にネタバレありの感想に触れていきたいと思います。なのでちょっとネタバレは避けたいよという方はここだけご遠慮いただければなと思います。はい、ここからじゃあネタバレに入っていきます。と言ってもですね、なんかすごいネタバレがあるかっていうとそうでもないんですけど、まあ、少なくともケイトの主人公に関するネタバレはそんなになくて、まあ、強いて言うなら、そのなんでケイトがリクルートされたかっていうと、まあ、結局マットが何者かっていうと CIA なんですけど、CIA の規則で国内活動をする場合は、その別の、なんだろう、捜査官というか、人間がいないといけないと。CIA 単独では行動できないっていう規則があるからいるだけなんだっていうことが、まあ最後示されるんですよね。つまり、別に意味なかったっていうことなんですよね、ケイトがいた。はい。まあこれもでも偶話っぽいところなんですけどね。その物語的な事情じゃなく、ケイトがいる。つまりそれは抽象的なテーマのためにいる人物なんだっていうことなんだと思うんですけども、じゃあ最後どうなるかっていうことなんですけども、まあ、ケイトは結局、その、メキシコの麻薬戦争には何もできずに、その、アレハンドロに最後脅迫されて、先ほど行った作戦は合法で行われましたっていう書類にサインさせられて終わる。
一矢報いようとそのアレハンドロに銃口を向けるんだけれども、自分から銃口を下ろし、アレハンドロは去っていくというエンディングなんですよね。まあ、つまりこの展開が何を指しているかっていうことなんですけども、まあ、さっき3つのテーマを抽象しました。で、それぞれに、じゃあその結末を踏まえた述語部分をプラスしたいと思います、僕なりに。抽象的テーマはこうなると思います。常識的世界の住人が、すぐそこにある不条理な世界を知るも、自分の世界に戻っていく。あるいは社会的なテーマとしてはこうだと思います。アメリカの法秩序にいる人間が、迫りつつあるメキシコの不条理を知るも、何もできないと悟る。心理的なテーマとしてはこうだと思います。正義感に燃える主人公が、自分を相手にしない男たちに抵抗しようとするも、何もできずに諦め去っていくというようなテーマになってくると思うんですけども、まあ、何が言いたいかというとですね、社会的なテーマも心理的なテーマも、もしこれを描こうとしている物語なんだとしたら、倫理的なハードルが高すぎますよね。明らかに納得できないそのテーマになっているわけで、これは、まあ、もちろんその3つは連関しているというか連動していて整合性は取れているんですけども、明らかに変ですよね。社会的なテーマと心理的なテーマとして座りが悪すぎる。一つにはこれはケイトが見せかけの主人公に過ぎないという事情があります。視点人物でその、まあ、僕たちをメキシコの麻薬カルテルという世界に連れていくためのカメラアイなので、そもそも心理的なテーマを担っていないんですよ。担っていないんだけれども、その通常の映画の見方に慣れた人間はそういうテーマをそこに読み取ることができてしまうので、強烈な違和感があるんですよね。そこにもしくは冒頭から最後までずっとそうなんですけども、実質的な女性の登場人物はケイトだけです。少なくともケイトと言葉を交わす女性のキャラクターとかは出てこないですし、まあ、重要な役割を果たすキャラクターも出てこないです。ずっと屈強な男たちの世界でケイトが苦しめられているっていう描写が続くんです。でもこれは別にそのなんだろうな、そのジェンダー的なことがテーマじゃないんですよね、明らかに。抽象的なテーマの、まあその部分っていうのが一番強く押し出したい部分なんですけど、それを押し出すためにはちょっとノイズが多すぎるんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね。その男女問題っていう読み解き方もできてしまうし、まあこれが一番のノイズな気がしますけども、社会的なテーマとしても心理的なテーマとしても、何もできないとか、そう、何も、まあ、リアルなことではあるけども、そこで着地していいのかっていう疑問を観客に感じさせてしまうハードルの高い結論になってしまうんですよね。っていうことは、やっぱりそこを押し出したくないんだけど、やっぱり映画っていうのはその多面的なものなので、そこが見えてしまう観客もいるわけです。それがこの映画の評価を分ける要因だったんじゃないかなと僕は思います。はい。まあ、いろいろ言ったんですけども、非常にまあ、意欲的な作品ですし、まあ、その通常のその映画のパラダイムを超えた、何か新しいことをやろうっていうですね、意気込みはすごく感じる、そういう挑戦的な一作ではあると思うんですよね。まあ、この映画はすごく描きたいその抽象的なテーマっていうのを持っていて、すべてを投げ打ってですね、そこに投資していると。それゆえにですね、ちょっとノイジーな部分も生まれているという映画だと思います。挑戦を取るか、完成度を取るか。フィクションは現実を映すべきなのか、それともそれに立ち向かうべきなのかとかですね、いろんな問題を感じさせてくれる映画で、個人的にはですね、まあ、この映画もちろんその監督も脚本家もハードボイルドですっていうつもりで作ってないと思うんですけども、まあ、この番組にもし引きつけてハードボイルド視点で言うなら、ハードボイルドは世界をリアルに描きつつも、キャラクターを通して、しかしその世界に一矢報いることができるという嘘をつき続けてきたジャンルだと思うんですよね。そういう意味で、世界はリアルに映し取っても、キャラクターはそこにちょっとの理想を込めるべきなんじゃないかなっていう気もします。まあ、もちろんこういう作品もあってもいいと思いますけど、僕は個人的にはそういう作品が好きですね。しかしですね、まあいろいろ言ってきましたけれども、テイラー・シェリダン監督僕は大好きですし、まあ脚本ですけどね、この映画の中では。特にテイラー・シェリダンは、その、ウィンド・リバーでは、ただリアルなだけじゃない、その先に行こうとしてるんじゃないかなっていう節が見えるんですよね。まあ、この、ボーダーラインとほぼ似たような座組というか、そのキャラクター構成で、
まあ、FBI 捜査官の女性のキャラクターが出てきて、でそれがまあ門外漢じゃないですけど、異邦人としてとあるその地方の町というか村にやってきて、そこで起きたその事件を追うと。でそこで、まあ、地元に住んでるハンターというのが、まあ、むしろ中心的な捜査を担っていくっていう、ほぼ同じあのボーダーラインとほぼ同じ構成なんですけども、ずっとこの、まあ、主人公というか視点人物 の役割は大きくなっていますし、現実に対して何もできないわけじゃないっていう風な結論になっていますし、そこから何かこのテイラー・シェリダン監督もなんかもがいて模索しているような感じがあるんですよね。でさらに言うと、テイラー・シェリダン監督の最新作のモンタナの目撃者っていうのが今ちょうど、公開になったばっかで、僕も、まあ、ちょっとねコロナが落ち着いたら見たいなと思うんですけども、それは女性主人公をまさにその中心に据えた物語になっていて、まあ、その彼女が、とある凄惨な事件を目撃した少年だっけな、少女だっけな、まあ、その子供を守れるかみたいなストーリーになるみたいで、まあ、女性のその立ち位置っていうのをテイラー・シェリダン監督はちょっと持て余していた感があったんですけども、この作品でどういう描き方をするのかっていうのは非常に興味深いですし、まあ、その男らしさだけじゃないハードボイルドの世界、新しい世界っていうのを模索していくっていう意味でも非常に重要な作品になるんじゃないかなっていう気はしているので、まあ、これからもその追いかけていきたい監督ですし、ウィンドリバーについてもですね、後々触れて、後々というか、まあ、今後触れていけたらいいなと思っています。それでは今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。